まあ、こうやって勉強の仕事してますと、点数だったり、東大生だったり、偏差値であったり、まあ、そういうものをよく耳にするんですけど、まあ、こういうのを売りにするっていうのは確かに、まあ、みんなわかりやすくていいと思うんですけど、やっぱ、そこ、なんですかね、深く思考したりしないじゃないですか。だからメディアとかも結構、まあ、そういう受けがいいコンテンツとして、結構取り上げると思うんですよ。ただ僕はちょっと浅いかなと思って。塗りつぶせ。近藤さんです、お願いします。ありがとうございます。超わかる授業動画という、YouTube チャンネルを運営しております、本田と申します。よろしくお願いします。皆さんここでチャンネル登録していただかないと僕はプレゼントをスタートしないというってなる嘘なんですけど、お願いします。まあ、僕、YouTube で授業動画を出してるんですけど、そう、教えるってことについて、まあ、結構いろいろ考えながらやってるんですね。で、効率的に知識を伝達する方法って、まあ、何が重要な要素なのかなって考えた時に何だと思いますか？まあ、例えば大きな声で喋るだとか、まあ、あとは効率的にだから、まあ、素早く文字を書くだとか、いろいろあると思うんですけど、僕は、丁寧であることと、コンパクトであることがものすごい重要なんじゃないかなというふうに思うんですね。で、この会場にお集まりの皆さんは本当に数学が大好きな方が多いと思います。高田先生も初めになんか聞いてたと思うんですけど、数学の先生って今大体どれぐらいいらっしゃるんですかね。あ、威圧感ありがとうございます。まあ、この会場に集まってる方のように数学が大好きな方っていうのは、まあ、どんな風に説明をしても、まあ、何かあった時は自分で、自ら探求すると思うんですね。もしかしたら丁寧な解説よりも複雑で難解な解説の方がちょっと燃えてくるみたいな方いらっしゃいますか？あ、さすがにその変態はいないですね。ありがとうございます。よかった。ただ一般の人からすると数学ってあんまり馴染みがないというか身近ではないと思うんですよ。例えばこの中に友達と池の周りをですね、反対方、あ、ちょっと笑ってるんですけど、池の周りをこの反対方向にですね、速さを一切変えずに、同時に走り始めたことがあるみたいな方いらっしゃいますか？いないですよね。微分ができなくて聖書をさまよった経験がある方いらっしゃいますか？いないですよね。まあ、一般の人ってやっぱ数学って一番身近なのって、やっぱ結局のところ学校のお勉強だと僕は思うんですね。で、まあ、僕、学校の勉強大嫌いなんですけど、まあ、こういう僕みたいなタイプの人間、ちょっと皆さん気持ちわからないかもしれないですけど、僕みたいに学校の勉強が大嫌いな人間って、丁寧に説明してくれないと、わけわかんなくなっちゃうんですよ。で、コンパクトに説明してくれないと、もう最後まで聞く気が起きなくてもめんどくさくなっちゃうんですね。で、どんどんできることが少なくなってって、で、どんどん成績が落ちていって、で、どんどんお勉強が嫌いになっちゃうんですよ。で、僕はそんな中、YouTube という動画を使って、圧倒的に丁寧、圧倒的にコンパクトな情報伝達を可能にしています。どれぐらいコンパクトかというと、50分の授業、だいたいどれぐらいに圧縮されてると思う？30分。いい答えだね。ああ、なるほど、なるほど。これでさ、いきなり30秒とかさ、分かってるね。いいよ。ありがとうございます。50分の授業ですね、大体、まあ、物もによるんですけど、2、3分に圧縮してるんですね。で、いや、2、3分で、まあ、何が分かんだよって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、でも実際 YouTube のコメントでは感動の声を多くいただいてるんですね。まあ、論より証拠。まずは、どんな感じで、情報がコンパクトになっているのかっていうのをご覧いただきたいと思います。リアルの授業と、授業動画で、大体どれぐらい違うのかっていうのをちょっと見ていただきます。次は、AG の長さを求める。これは問題文に、各 AGI と、各 ABI は等しいって書いてあるから、各 AGI と、各 ABI は等しくない。ということは、ここの角度と、ここの角度が等しくなる。つまり、三角形 ABG は二等辺三角形になるよね。三角形 ABG は二等辺三角形になる。ということは、
AG の長さは AB の長さと等しくなるから、 AG の長さは AB の長さと同じ。5が答え。 AG の長さは5が答え。次は IG の長さを求める問題。これが答えになる。次は AG の長さを求める。これは各 AGI と各 ABI は等しいって言ってるから、三角形 ABG は二等辺三角形になる。つまり AG は AB と同じ。5が答え。最後は IG の長さを求める。これは三角形 AIG に三平方の定理を利用すれば7分の5ルート70が答えという感じになっております。はい。いかがだったでしょうか。いや、もうリアルの方で前半でもう寝ちゃった人いるかなってちょっと心配だったんですけど、僕もだいぶ眠くなっちゃって、ミニオンみたいな声でちょっと早起きしちゃったんですけど、大多数の人が、まあこれ細かいところはまあ抜きにして、ビジュアル的にスコーンと入ってくるのってやっぱ、動画の方だったと思うんですね。で、動画にすると、まあ、どうしてもリアルの授業だと発生してしまう無駄な部分、まあ、書く部分だったりとか、そういうものを削ぎ落とすことができる。で、それだけじゃなくて、リアルの授業で黒板の上ではどうしても表現できないような表現を動画だとできるんですね。ちょっともう一本動画をご覧ください。あ、消しちゃった。自分が好きすぎてちょっとあれ、後期本田って自分、僕の名前なんですけど、すいません。でもナルシストなんで。文字の色を瞬時に変えて、今どこに注目しているのかを視覚的に伝えたり、文字や画像を動かすことによって、現在不要なメッセージを消去し、何がどこにリンクしているのかを動きで表現できます。こんな感じで、図形を動かしてみたり、実際に思考の模様をアニメーションにすることもできます。顔を出す場面でも魔法で文字を出すので書く無駄な時間は完全に排除できますという感じになっております。こだわってるポイントめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、ただこういう動画だからでこそできる工夫みたいなものをして、圧倒的に丁寧、圧倒的にコンパクトな情報伝達を可能にしてます。まあ、ただ学校の先生がまあ、これと同じようなことをやるってなった時に、まあ、かなり無理があると思うんですね。実際僕この動画作る時に、まあ、大体2、3分の動画、1日2日かけることとか、ザラにあるんですよ。なんで、中身を超わかる授業動画っていう、チャンネル名なんですけど、まあ、登録者が多いからとか、そういうのじゃなくて、中身を見ていただいて、素晴らしいなと思ったら、ぜひ、まあ、友達とか、広げていただいたら嬉しいなというふうに思います。まあ、学校の先生も、授業中とか使ってくれると嬉しいなというふうに思います。ありがとうございましたと言いたいところなんですけど、ちょっと個人的な話してもいいですか？もちろん、もちろん。ちょっと数学ともこれから、一応僕 YouTuber として出てるんで、まあ、ちょっと、期待に応えなきゃってことで、ちょっと今みたいな動画出したんですけど、まあ、YouTube を僕一人で、まあ、3人体制でやってるんですけど、まあ、実質みんな個別の、僕は数学でやってるんですけど、まあ、YouTube やってて、まあ、ちょっと感じたことというか、まあ、日々感じてることというか、というのをちょっと話ができたらなっていうふうに思います。数学全然関係ないんで、ちょっと数学しか興味ない人も寝ちゃってもいいんですけど、本当そうです。浅いとか深いっていう言葉あるじゃないですか。なんか浅い人間とか、深い話とか。で、まあ、僕の中の浅いとか深いとかっていう、まあ、その解釈としては、浅いって、みんな共通で認識できる事柄。で、深いっていうのは、その、受け手によって解釈が異なる事柄。例えば、まあ、こうやって勉強の仕事してますと、点数だったり、東大生だったり、偏差値であったり、まあそういうものをよく耳にするんですけど、まあこういうのを売りにするっていうのは確かに、まあみんなわかりやすくていいと思うんですけど、やっぱそこ、なんですかね、深く思考したりしないじゃないですか。みんな、まあ点数って言ったら、まあみんなイメージ湧くと思うんですけど、それ以上思考しないと思うんですね。で、思考しないからこそ、やっぱりその、見る側は楽じゃないですか。自分は
まあ、なんですか、東大生はまあ自分関係ないしみたいな、であの人すごいなみたいな感じで受け取ると思うんですけど、だメディアとかも結構まあ、そういう受けがいいコンテンツとして結構取り上げると思うんですよ。ただ僕はちょっと浅いかなと思って、逆に愛とか、ちょっと臭いんですけど、愛とか、まあ、友情とか感謝とか幸せとか、そういうものっていくらテクノロジーが発達しても、なんですけど、人によってまあそれぞれ捉え方が違うってことだと思うんですね。で、まあ僕前半で YouTube、まあこんなに編集とかして、学校の授業なんかよりも、何回もというか、ごめんなさい、ちょっと断るんですけど、学校の授業よりもこんなにコンパクトなんだっていう感じで売りで出したんですけど、でも、やっぱ、僕、なんですかね、この、どんなにコンパクトにしても、どんなに丁寧にしても、やっぱり僕の授業とかで伝えられることって、知識なんですよ。知識って世界共通じゃないですか。みんな共通で理解できるってことはものすごく浅いんですね。で、学校の先生にちょっと伝えたいなと思ってちょっと今話してるんですけど、まあ学校の先生ってやっぱ僕の前半のプレゼンを聞いたら、まあリアルの授業じゃもう授業動画ちょっとすごすぎて勝てねえなみたいな思った方もしかしたらいらっしゃるかもしれないです。まあ僕も、まあ、正直自分で動画作りながら、いやもう学校の授業を聞くよりこの動画見た方が絶対効率的だみたいな自負はあるんですよ。あるんです。ただ、ちょっとごめんなさい、緊張して声が荒れちゃってるんですけど、やっぱリアルにしかできないことって絶対あると思うんですね。で、そのリアルにしかできないことが何なのかっていうのを探求することってものすごく深みのある仕事なんじゃないかなって、まあ、僕思うんですよ。で、まあ、僕、まあ、YouTube やってるんですけど、学校の先生日々の、まあ、業務ですごい忙しい学校の先生のために、そのサポートとして動画を作ってあげようとか、塾に行けない人のために素晴らしいコンテンツを無料で出そうとか、まあ、そういう思いで僕はやってないんですね。僕は全部自分のためにやってて、ちょっと敵が増えちゃうかもしれないですけど、まあ、僕大企業いたんですけど、大企業辞めて、まあ、絶対金持ちになるっていう気持ちで YouTube 始めてるんですよ。誰の力も借りないで、まあ、一人で5年、6年走ってきて、さっき登録者80人って、あしべさんおっしゃってたんですけど、80人って普通にすごいんですよ。普通に何の考慮もなく、登録者増やそうとしたら80人ってめちゃめちゃ難しいんですよ。っていうのがあって。で、まあ、僕、それで、なんですかね、絶対金持ちになるって一生懸命頑張ってる姿を見て、あ、俺も、私も、ちょっと本田みたいに頑張ろうみたいな、コメントとかすごいいただくんですね。だから僕も、まあ、本当に短い動画なんですけど、本当コンマ1秒でも短くできないかなとかすごいこだわってますし、あと個別指導とかもやってるんですけど、個別指導を受けてくれてる方、もう本当に命消すぐらいの勢いで、もう本当絶対得させてやろうみたいな気持ちでやってるんですね。で、まあ、学校の先生って、やっぱり、その、生徒が目の前にいる空気感とか、やっぱそういう目線とか、そういうリアルなものも感じ取れるじゃないですか。うん。なんでまあ、なんですかね、ちょっと緊張して飛んじゃったんですけど、すげえしんみりな空気になってしまって、大変申し訳ないですけど、こういうことも結構言ってるチャンネルなんですよ。そうなんです。で、学校の先生ってやっぱ、僕は、神父さんのような聖なる職業だと思うんですね。絶対に感謝されることが保証されてるわけじゃない。すごい厳しい職業だと思うんですけど。ただ、先生みたいな大人になりたいな、みたいな。まあそういうことを生徒に、まあ直にアピールできる、そういう機会が一番あるのも、まあ、学校の先生なんじゃないかなって僕は思うんですよ。最後にちょっと一つ訂正させてもらいたいんですけど、僕はじめに、伝えるときに一番効率的に物事を伝えるときに重要な要素は、丁寧であること。コンパクトであることって言いました。でも本当はそうじゃないと思います。僕が一番伝えるときに重要だなと思うのは、どうしても心の底からこのことを伝えたいなっていう情熱だと信じてます。ありがとうございます。ありがとうございました。もう前のプレゼントの落差がすごい。いやでもこれもロマンティック数学ナイトですよ。いろんな思いのね、人が集まって自らの思い、情熱を伝えてくれる、これがねロマンティック数学の魅力です。小田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
人に数学を表現するプロとして数学の先生代表で僕を選んでくれた高田先生、本当にありがとうございます。困った時にも誰かの力に頼るんじゃなくて自分の力だけで作品の実力のみで名を上げる、そんなチャンネルを作っていきたいので、これからもぜひ楽しんでいってください。